皆さんこんにちは、ジブリおじさんです。やっほー。ということで東京スカイツリーに来ました。スカイツリーといったらね、どんぐり共和国なので、早速行ってみたいと思います。はい、着きました。ジブリがいっぱい、どんぐり共和国です。はい、第10位は千と千尋の神隠しの醤油皿ですね。これ面白くて、醤油を垂らすと顔なしの顔が浮かんでくるんですよ。これかなりのアイデア商品ですね。第9位は顔なしむしゃむしゃ貯金箱ですね。これはもうそのままなんですけど、まあ貯金箱になってると、すごいね、子供が喜びそうでね。結構ね、アップで見るとなんかシュールなんですよね。第8位は耳をすませばのバロンのオルゴールですね。これめちゃくちゃ欲しい。これマジ映画とまんますぎて、すごいテンションがある。なんかオルゴールにもなってるみたいですね。第7位はトトロのイヤリングですね。お値段3600円となっております。これめっちゃ可愛くないですか。トトロのピアスですね。僕が女子だったらこれはもう5セットぐらい買ってますね。第6位はカルシファーのフライ返しですね。1200円です。これ使って目玉焼きとか作るとすごい楽しそうですよね。第5位は紅の豚のジオラマです。すごいロマンで溢れてます。めっちゃワクワクしませんか。1万8000円もするんですけど、なんかライトアップするみたいだし、作りがねすごい細かい。これめっちゃワクワクすんな。第4位はジブリのほぼ全キャラが登場している指人形です。ジブリのグッズって高いところが多いんですけど、指人形だったら安くていろいろ買えるので結構いいかもしれないですね。安くて可愛いので、どんぐり共和国に来たらぜひ買っておきたい商品となっています。そして第3位は紅の豚ふんわりお手玉がランクインです。こんな感じで物と物の間に置くと浮いて見えるので可愛いですね。そして第2位は社会人におすすめのジブリキャラのカードケースがランクインです。トトロはもちろん、根強いファンの多い紅の豚やラピュタがラインナップとしてあります。そして第1位は1万5000円のアルバ時計とのコラボウォッチです。これはもうめちゃくちゃレアなので、まさに今買った方がいいやつですね。デザインもちょっと女性らしいんですが、まあ、男性でもね、黒だったらギリギリいけるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ欲しいです。そして9000円のお手頃なモデルも発売されております。トトロや魔女の宅急便など可愛いキャラクターがプリントされています。はい、そんな感じで今おすすめのジブリグッズをご紹介させていただきました。参考になれば幸いです。ぜひ皆さんでグッズショップに行ってジブリを支えましょう。